どうも、タクです。今回なんですけども、スポルテック2日目行った時に検体のねブースに寄ったんですけども、その時にね検体の人にもしかしてあの YouTube の方ですかみたいな感じでね声かけていただいて、その時にねこちらいただきました。ありがとうございます。検体のねあの Twitter のアカウントがあるんですけども、それでね、新しいバナナ風味が出るみたいな感じで、ツイートしてて、結構ね、気になってたんですよ。まあ、なんでかっていうと、これのね、キャラメル風味がね、めちゃくちゃね、うまいんですよ。もうめちゃくちゃうまかったんで、すごいね、期待感が強いんですよね。ブースでね、ちょこっとね、飲んだんですけど、そこまでね、味わってなかったんで、今回ね、もうキンキンにね、もう冷蔵庫でね、冷やしたんで、今からね、いただきたいと思います。ちなみに PFC はこんな感じですね。なんかね、キャラメル風味とバナナ風味ね、両方ね、ちっちゃいコップで、試飲できたんですけど、その時に飲んだ味、キャラメル風味の味と、だいぶ前に飲んだ時の味がちょっと若干違ったような気がしたんで、多分これ試飲した時のバナナ風味の味と、感じ方がちょっと違うかもしれないですね。ってことで、いただきます。うまい。うまいんですけど、バナナ風味の風味がね、こう、ふわーってね、来るんですけど、その後にね、あれかな、ここのとこにドライトマトエキスが書いてるんですけど、ここにね、ドライトマトエキスって書いてるんですけど、それの味かな。ごちそうさまでした。さっきも言ったんですけど、こう、純粋なね、バナナの風味ではない。バナナの風味の後に、多分ですけど、ドライトマトエキスが、こう、後追いでね、来る感じ。まあ、美味しいっちゃね、美味しい。ただね、やっぱりね、どうしても、キャラメル風味のね、完成度がすごい高すぎたんで、味的には、キャラメル風味ほどではないですけど、美味しい。なんかね、もうほんとね、キャラメル風味の、完成度が本当にね、高すぎましたね。金銭的にね、めちゃくちゃね、余裕があるなら、もうほんとね、冷蔵庫の中にこう、ストックとしてこう、ボーンってね、置いときたい感じ。紙パック系のね、プロテインいろいろね、最近出てるじゃないですか。まあ出てると思うんですけど、もう僕の中ではね、あれがダントツ1位ですね。にしてもね、もう最近もうそういうね、紙パックに限らず、いろんなね、プロテインがこう出てると思うんですけど、ほんとね、美味しいっすよね。ほんとにね、筋肉的にいい世の中にね、なってきてるなーっていう感じはね、しますね。10年前じゃね、そういうものとかありえないですからね。はい、ということで、バナナ風味のレビューなんですけども、キャラメル風味ほどではないんですけど、美味しかった。あ、ちなみにね、思い出したんですけど、なんかね、ナチュラルローソンでなんか販売、ね、キャラメル風味が販売開始するみたいな感じのツイートを見たような気がします。なので、近くにね、ナチュラルローソンある人はね、ぜひね、寄ってみてください。マジでね、うまいんで、冷やしてね、飲むと本当にね、最高にうまいんで、ぜひね、飲んでみてください。うちの近くね、ナチュラルローソンないんですよね。ああ、残念。はい、ってことで、プロテインシェイク、バナナ風味のレビューを終わります。ご視聴いただきありがとうございました。